どうも皆様、おはこんばんちには、お座敷レッサーチャンネルのキットでございます。Day 3のですね、SS5 をちょっと取り逃しちゃいまして、SS6 からのスタートになります。嘘だろ、取れてなかったのかよ、あれ。せっかくいいの取れてたのになぁ。という感じで、やっていきたいと思います。うわぁ、最悪だ。あのね、さっき走ったんだよね、ちょっとね、だから、ガラスにね、マシンダメージが気になるところなんだよね、ガラスなんて。やべえ、やらかしたな。あ、見にくい、しかも、これ見にくいよ、これ。よかった途中で気づいて、これ取り逃したら、またやっちゃったよ、みたいな感じですよ、これ。ちょっと喋れない、相変わらず喋れない。うわー、最悪だぜ。ハンドルが重い。もう切り返せない。これね、すごくいいこと言ってた気がするんだけどね、もう言えないわ。あ、まあ、いつも大したこと、いいこと言ってないか。いつもあまり大したいいこと言ってますよね。いや、申し訳ない。ちょっと言い過ぎましたね、今ね。ちょっと自分に言い過ぎた。あー、曲がない。やばいね、これは。めっちゃ短いぞ、これ。あー、曲がんねえ。あー、いかん。あー、ここね、なんかダメだよね。なんかデジャブだったな、今の。なんか前もあんなことがあった気がする。ということで、リプレイを見ながら行きたいと思います。いやー、もうほんとね、たまにね、忘れちゃうんですよね。録画ボタン押してたつもりだったんですけどね。まあ、撮れてなかったっていうかね。どうなったのか、さっぱり。で、これ、なんでしょう。途中でね、気づいて、慌てて消したんですけど、やっぱこう、途中からでしたね、これのね。SS5 からではなくて、SS6 からの、まあ、スタートになっちゃいましたね。ちょっとね、短くなっちゃうんで、リプレイで、時間を潰すじゃないんですけど、どんな風な感じなのか、ね、プレステ3版をやられた方、ぜひ資格の方をしてみてはいかがかなと思います。綺麗だね。曲がんねえ。
最後がね曲がっていかないというかんと、はい、こんな感じですね。さあ一応1位で来ましたね。簡単なもうあの何でしょう、ないのが簡単だった。まあいいんじゃない、いいんじゃないっていうかあまり見応えがないかもしれませんけれども、やってる本人はねあの勝てるんですげえ気分はいいんですよね。見ている方々からするとねなんか面白くないなという感じなんじゃないかなと思います。いやもう SS5 だけ悔やまれるな、もうあれだけだったな。いいですね、フォードとあ何ですかね、シトロエンに囲まれて三菱のエンブレムが輝いておりますね、ひときわ。さあ一応カテゴリー1いけそうですけども、何このチリチリオンは、気のせいこれ。一応また2でこの全部やっていきたいと思います。次はフィンランドですね、ここやっていきたいなと思います。あとはあれかな、ここのスノーが一番難しかったね、これないわって感じの難しさでしたね。はい、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ちなみにどんな風に変わってるのかっていうと、まあ、メールもね当然、こんな風に開いてないけど、英語ですね、全然もう開けてないっていうね、コドライバーも全然開けてないっていう。あ、そう、コドライバーはあの名前あのカールピースにしました。私あの私のはキットピースなんですよね、カールピースにしましたね、もうこれカール知ってる方はぜひコメントいただければなと思います。どんだけナイトライダーが好きなんだっていう、ブルーインフォメーション、ほう、あ、そっちか。いや申し訳ない、その車いっぱいボコボコぶつけてね、もう多分あの人とんでもねえやつだなって言ってますよ、あの右の方々ね、よせやいバカ野郎みたいなね。あ、こいつはできてんな、こいつら、こいつできてんな、ちょっとやべえな、お尻とかタッチしそうな、そんな勢いだな、そんなことないかな。はい、では皆さんまたお会いしましょう。あ、よかった、あ、最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。では皆さんまたお会いしましょう。吉田に